強行使の世界だったら誰が森鉄イレブンに入るのか、河合駿大、ヨゼミ、北里とか、なんかこのフォーメーション見たことない。相性とかもね、あるんで基本的にみんな仲悪いから。そうだ、だからね、フォーメーション考える上でもう予備校業界最強最悪のエゴイスト、はい。さて始まりました、マチェチャンネル。さあ今回なんですけども、平田ペア、よろしくお願いします。はい、ちょっと暗いんですが、ちょっとホワイトボードを見せるためにやってるんですけど、はい、まあ今、うん、日本暑いじゃないですか、はい、ワールドカップで。もう日本だけじゃない、世界がね。そう、うん、そういうことなんですけど、じゃあ英語講師の世界だったら誰が森鉄イレブンに入るのか。あのね、今までゴキブリ食ったり、うん、焼きそば早食いしたり、はい、いろんなバカなことやってきたけど、一番バカですよまずあんたサッカー知らないでしょ。まあ小学校の時やってたから大丈夫なのそんなんで。知ってる知ってる、ボランチでしょ。ボランチって概念我々の小学校の子なかったね。なかったね。ボランチって何する人かまず知ってる。食う人でしょ。違う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 、ブランチみたいな。ブランチホランチ焼きみたいな。それはもう違う、全然違う違う違う。お昼に毎日出てたりしません。まあちょっとね、今日負けちゃったんですけども、はいはい、これからちょっと作っていこうと思います。はい、まずポジションですよね。はい、そうですね、フォーメーションね。フォーメーション555、はいはいはい、555なんかないわ。はい、でやっぱ11人予備校講師の、まあ、英語講師で作るんだったら、うん、4大予備校とか、うんうん、まあ、東進、河合駿大、ヨゼミでスタサットかなと、うん、まあ、この5大陸間から代表を選んで森鉄ジャパンを作ると。そう、はい、そういう感じになると思うんですよ。なんで、でまあフォーメーション的にはスターいて、ワントップがいて、でまあ攻める人いて、うん、でミッドフィルダーいて、はい、本当はね、予備校講師なんてもう守るやつなんてほぼほぼいないんで入れたくないんですけど、もうね、現代サッカーでねこのフォーメーション見たことない俺たちが知らない昔のスペイン代表とかがなんか取ってたようなポジションというかね1-3-3-3 こんなんないか。ゴールキーパー普通数えないんだ。あ、3-3-3 3-3-3-1 っていうんだよね。1-3-3-1、あんまないですね、はい、確かに、うん、まあ、3-3-4 ぐらい、まあもう攻めばっかなんで基本的にね、うん、でまずやっぱこのワントップ、はい、一番攻めに出したいのが関先生かなと。へえ、関先生ここに置くんだ、はい、ちょっと継承は省きますけど、関がここ、はい、まあ、関所になるみたいな感じでね関所になっちゃないよ、ゴール決めるのが役割だからさそうだった、ディフェンダーじゃん。もう皆さんね、ずっとサッカーやってましたから、はい、もうちっちゃい頃から、はい、ちっちゃい頃まで、私は誰がちっちゃいんだよこの野郎。小学生の頃からまあ高校までサッカー部だったんでね、なんなら幼稚園の頃もサッカークラブに入ってましたから、その後に空手で寝返った感じですね。そうそうそう、まあまあ本人はね、予備高校生は引退してるって言ってるんですけど、うん、やっぱまあ、まあ確かにスター選手ではあるよね。で、まあ、スターサッパーはやっぱ関さん、肘さんなんでね、うんうんうん、でやっぱ東進グループですねが、やっぱ安河内さん、今井さんじゃないですか。はいはいはい、もちろんね、もうその下に渡辺先生がいたりとか、うん、大岩先生とかね、うん、若手の武藤先生がいたりとか、いろいろあるんですけども、まあ、2人をどこに置くか、うん、ちょっと難しいな。駿台だと、まあ、当然、竹岡先生が、うん、いますね。もう関西ではもう、全員ベテラン。どっちやばいぞ、若手がいない。関先生がまあ、関先生で若手なんだよ、やっとね。なっちゃうね、はい、関東だと、大島先生じゃないですか。うん、ああ、なるほどね。はい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 。まあ、もちろん、あと他にもね、いろいろいらっしゃるんですけど、まあもちろん、駿台の方、いろいろ意見はあると思うんですが、やっぱり私たちの業界の中では、そして、まあ、全国の竹岡先生と、やっぱ、関東トップの大島先生で。で、河合難しいね。河合塾は、やっぱり、一番が、まあ、やっぱ、成川先生で、まあ、あと、そう、もう一人入れるって言ったら誰になるんだっつうの、めちゃむずい。チューブにもね、人気講師いらっしゃるじゃないですか。うん、そう、皆さんね、ちょっとこう、河合塾っていうとなかなかイメージがないかもしれないんですけど、河合塾ってね、東京と東海っていう感じなんですよね。そうそうそう、うん、実力講師って。違うんだよね。うん。まあ、だから関東だったら、ほら、つくも先生がいたりとか、うんうん、森さん、森千尋さん。だから森さんがやっぱ、すごい人気あるんだけど、まあお会いしたことはないんですけど、玉木先生とかね、そうそうそう、玉木先生がいたりとか、うん、確かに河合は選抜難しいかもしれないですね、うん、まあヨゼミは富田先生、うんうん、まあ全員ベテランくどいけどで、まあ、西走れんのみんな富田先生いて、うん、で、まあもちろんあと中本先生ね、うんうん、全員ベテランだけどいてとか、あ、富田、西谷、中本ライン厳しいぞこれパス回るちゃんと出さないんじゃん、ね、お互いがね、
全員パス出さないんじゃない、まあ、順当にいくと9人で、うん、東海だと誰先生ですか。やっぱり河合塾の東海地区ってね、やっぱ圧倒的に英語科で人気がある先生って2人いらっしゃるんですよ。まず1人は本なんかも出されてるけど、時健二先生。はい、時先生ですね、うん、彼はむちゃくちゃ実力あるから、うん、もう1人は河合塾が近年やっぱり英作文の分野でものすごく推してる先生で、松延先生っていらっしゃるんですよ、はいはい、あ、松延先生、あのアイディアで書ける自由英作文とか、うん、あとあの転換発想の英作文とか、英作文の参考書見てくれたら分かるんですけど、むちゃくちゃいいです。なるほど、うん、今後多分日本の英作文分野は僕彼だなっていうふうに思ってるので。なるほどね。ということで、まあ、だから僕入れるとしたら、そう、東海です。森谷先生とかね。ああ、そうですね。森谷先生と時先生は一緒に問題審査されててね。相性とかもね、あるんで、基本的にみんな仲悪いから。そうなんだ。だからね、フォーメーション考える上で、パス回さないといけないから、パスないね、相性。ないね。特にヨゼミラインはひどいぞ。全員多分ボール持ってドリブルするよ。いや、だから僕的には、ちょっとヨゼミラインを、うん、どっしり。うん、なるほど、ね、構えておきたくて、キーパー竹岡先生かな。キーパー竹岡先生でいくんだ。はい、おー、その一人が知りて、でベテラン勢でこう守り、うん、分からんけどっていうので、まあ、ちょっと大島先生とベテラン勢で守り、富田先生と置いて、うん、富田先生サイドバックだった。サイドバック機動力いるぞ、全現代サッカーで。そこはまあ、でも富田先生ね、この年になられてもね、ヨゼミの新潟校まで行ってらっしゃるから、そうそうそう、機動力には問題ない。で、まあ、西谷先生いて、はいはい、まあ我々の世界のパイオニアみたいなとこありますから ね、いやむずいな、まあ、なんかここまあここ成川先生が、まあ、関先生仲いいし、真ん中のこの2人はやっぱいろんなことができる人がいいですよ。なんでかと敵がやっぱり囲まれるから、四方八方から。あ、なるほど、ね、だからやっぱり狭い分野も上手に通せる、やっぱりこう授業テクニックのある先生がいいと思います。なるほど、うん、それ選びづらいじゃん俺。むずいわそんなこと言われたら。じゃあ今井先生。今井先生ね、今井先生で、うん、こっちは安子先生。確かにね、いつも憧れというかね、うん、本当はね、富田先生に言われたので、はいはいはい、左が、いや、むずいな。あえてここを言うなら、まあ、中村俊輔みたいな選手がいいですね。あー、中村俊輔、こうだからキックの精度、ね、やっぱり教えることにの精度がすごくちゃんとしている人。じゃあ、森さん、時さん、うん、もうね、意図がわからないんだけど、戦術ので、ここ俺。あ、でもついに自分が来た。自分が来た。代打、代打俺。代打俺。古田じゃん、代打俺。森鉄ね。はい。いや、おこがましいけどね、自分が入るって。とんでもない。こうかな。おー。もう、左から、なるべく、関先生に送る感じ。関先生にパス。だいぶ、ここ絶対やばいだろ。パス回らなくない？いやいやいや、そんなことない。変えるんだったら俺とかして、まあ中本先生とかね。一番入っちゃダメでしょ、この人権にはさ。絶対ダメだろう。中本先生、西先生とか。もう、常に子で打開しようとしすぎて、中本先生だったら。多分関先生あたりから、フォワードとして迷惑だからって、クレームが来る感じの。そうね、だからここ。で、味方を殴っちゃってさ。ここは中本先生だったりとか。ああ、これ、こっちの中本にしようか。バカ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 。通常停止中だから。まあ中本先生とか、まあ、西先生とかかなっていう感じですね、うん、どうですか。まずね、もう最悪。多分ね、これで勝てるチームないぞ。これじゃどこのチームにも勝てない。まずなぜダメかっていうと、戦術上の意図がない。やっぱね、サッカー知らない人がフォーメーション組むとこうなっちゃうんですよ ね。じゃあちょっと僕いきましょうか、はい、うん、フォーメーションは 4-2-3-1 でいきます。ゴールキーパーこれとしてね、フォーバック。あ、そう、守りが硬いんだね。これ別に守りが硬い陣形じゃないんだけどね。そうなんだ。そう思うでしょう。誰を置いていくか。で、まずこのフォーバック、やっぱり攻撃において、まあ何を担うかというとビルドアップなんですよね。サッカーする上で最終ラインでパス回しとかしててさ、で相手を動かしたりして、真ん中センターバック2枚の連携とか相性ってすごく大事なんですよ。このビルドアップが下手だと前線にボールが運ばれないんですよね。という中で、そういうことができるメンバーが集まっていないといけない。英語の力でいうと基礎力の部分にやったるわけなんですけど、これ僕は4つの分野で分けていつも話すんですね。文法、構文、耳も使えと、リスニングがあるから、うん、耳、単語と言いたいところなんだけど、まあ、単語の先生でいないので、まあ、今回英作文という分野でちょっとね、ライティングということで、設けてみました。なるほど、そんな分野分け、うん、あ、ありますね、ちゃんと役割があるんですね。ビルドアップの中心になってくるセンターバック2枚、ここがね、森田先生と僕は全く真逆です。関、お関所。そして、肘。ああ、肘先生ね、うん、
この席で書いてあげろよ。学校とかにもサプリって導入されたりしてるので、ってなってくるとやっぱりこう関先生や肘先生のねスタンダード文法だったりとか読解のね基礎から入っていったりすると思うので、やっぱりまあ関肘で、しかもこの2人はやっぱり信頼関係も厚くて一緒に仕事をしているので、うん、まあしっかりとビルドアップができるだろうと、基礎の部分からね。あーそうだ、関先生に関しても参考書とかでもね、ルールズとかでレベル4とか出したり、サプリの講座とかでもトップレベルリーディングとかやったりしてるんで、うん、まあ、やっぱり前線へのフィードなんかも回せますよね。肘先生なんかもね、動画で紹介したけど精読のね難関大変出してる、うん、前線へのこうロングフィードも出せるので、やっぱりビルドアップはまず関肘ラインかなというふうに考えてますということで、次に耳の部分なんですけれども、耳に関しては現在ね、実はまあ東進で割と共通テスト対策リスニングをね任されているのが今大岩先生なんですよね。おう、うん、ニック来ないんだね。ニックでもいいんですけど、ニックはね安子内先生とコンビを組まされてるので、だからちょっと橘兄弟みたいになっちゃうからちょっと使いづらくて、大岩先生でいうとずっとやっぱりまあ東進でね、もう基礎分野を担当してらっしゃる先生なので、やっぱりビルドアップとしては基本になってきますよね。で、まあ、リスニングという部分で、まあ、やっぱり耳を鍛えてもらおうと。サイドバックは、まあ、ここは英作文の基本を教えていく先生になってくるんだけど、まあ、ここで先ほど森哲ちゃんに僕が話した、まあ、松信先生を出していこうかなと。河合東海地区の、まあ、英作文の U ですね。うん。肘先生だけカタカナ。ね、だから書けたなと思ったら、東海地区の河合塾生は結構この方で取ってますよね。なるほど。やっぱり河合も推してるんでね。そして次に2ボランチ、ここですよ、うん、この辺りがビルドアップをねボール回しながらしていく中で、ここの一番の仕事ってのは何かっていうと、前線にボールを運ぶことがまず第一点なんですよ、うん、そしてボール運べるっていうこと、うん、そしてディフェンスの時に相手の攻撃の目、特にエースを潰せるってことも大事なんですよ、うん、っていう風に考えると、やっぱり前線にじゃあここからボールを運べる人っつったら、東進で E 組なんかそういうところもやってビルドアップにも参加できて、それでいて A 組や B 組みたいに攻撃参加もできる今井先生がここに入るんです。なるほど、うん、じゃあここ2人ってことは中本先生でしょ。違う、ね、で授業テクニックもあるから、やっぱり中盤でボールを取られる、はい、ここでねボール取られるとね一気に相手のチャンスになっちゃうんですよ、ね、もう最後最終ラインしかないから、絶対ボール取られないテクニックがあるやっぱり今井先生、はい、でもう片方にはやっぱり僕はね、今井先生結構今の話だとオフェンシブなボランチになるので、うん、やっぱりディフェンシブなボランチが欲しいんですよ。なるほど、まあ、今の日本でいうと例えば柴崎がオフェンシブなら、ディフェンシブボランチは遠藤渡るなんですよね。敵のボールを取って柴崎だったら福山何実に面白いもういいついて、ね、頑張ってボケなくていい、ね、のコンビ。ここはだから僕は結構堅実な先生、はい、英語を教えることに対してこう網羅性を生徒に与えてくれる、そういう堅実な先生として、違う違う違う、科目も違う、科目も違う、全員ベテランになっちゃうディフェンシブボランチとして比枝田先生。ああ比枝田先生ね、はいはいはい、でしかも比枝田先生は結構板書を書くのが早いのでもすごく有名なんですよ。しかもかつ綺麗で堅実かつ足が速い、遠藤航を見てください、もうどのシーンにもいるでしょう。やっぱね足が速いとね結構いいんですよね、このポジションね、守りが速くねやっぱり攻守の切り替えができるんで、今井、うん、にない堅実さを比枝田で追い出うっていうのが戦術ですね。平川寸大とか大泉、そうですね、はい、うん、森田先生のねチャンネルにも何回か出てますよね、うん、そして次ここキャプテンです。キャプテン、キャプテン、そこなん、キラジャパンのキャプテンがここに来ます。ほいほいほい、やっぱりキャプテンだからみんなをまとめるし、うん、そして尊敬されてないといけないですよね、うん、絶対一番尊敬されない人でしょうかよこの人のことだけは悪く言えないよねっていう、あの人がいるでしょ。安子さんでしょ。違う違うんだ、こことかさ、こことやめろやめろ刺すな、はい、宮崎孫、ああ孫さん、うん、やっぱねこの人ほど他の英語講師から尊敬を集めてる人はいない。孫さんだけにね、やっぱり宮崎先生の言うことはみんな聞くだろうという感じかな。こうがの強いメンバーをまとめられるのは彼しかいないと僕は見てるんで、それでいて宮崎先生といえばやっぱり英作文のイメージが強いので、やっぱりこの松信宮崎ラインっていうのはやっぱり松信のオーバーラップもあり得るだろうということ。でやっぱりこうポジションが一緒だから宮崎と入れ替わる、松信が入れ替わるっていうのもあり得るので、やっぱりまあここのラインで考えてると。で次にこっちからいきます、左サイドハーフ。このね左サイドハーフのこのポジションでなら特徴があるんですよ。何かっていうと大岩先生リスニングなんですけど、大岩先生って上の講座って持たせてもらってないんですよ、うんうん、学さんにしても上のものってまあ出してないんですよ。でかつリスニングってやっぱりほとんどの人にとっては共通テストまでなんですよね、うん、ってなってくるとこいつの上がりが期待できないってなってくると、うん、こいつは個で状況を打開できる先生じゃないとダメなんですよ。
子で状況を打開できる先生じゃないとダメってなってくると、先ほど僕が申し上げた先生、違う科目も違うし状況を打開するんじゃなくて自分が砕かれてるからさ、トギ先生、ああ、さっき言ってた、はい、やっぱりこの人の解放は非常に無理がない。難関大の問題を解くにあたって解放に結構ね、あの考え方に無理がある先生ってまあまあいらっしゃるんだけど、彼の解放プロセスは無理がない方法と、そして無理がない言葉で伝えるのがうまい。無理がある人は誰？多分あなたの方がよく知ってるでしょ。やめて。で、やっぱりここはね、結構人気が出やすいので、トギ先生はやっぱり今後も人気が出て叱るべき先生だと思ってるんで、森田先生にもし和製号での授業の仕事を引き受けてもらえなかったら、トギ先生にオファーしようと思って。トギなの？トギ先生、トギ先生でしょ。はい。ちょっとごめん、鹿児島弁でやっぱりトギって言ったよね。ここはね、やっぱ現代サッカーにおいてはトップ下を置かないってこともまあまああるんですよ。だけど僕はやっぱりトップ下、もうね、全方位から相手ディフェンスに囲まれる、やっぱりこのポジションにファンタジスタを置きたい。おお、ファンタジスタか、うん、やっぱりファンタジスタっていうのはやっぱりこう、こいつが授業をやると何かが起きる気がするぞっていう、うん、翼くんのポジションであり、やっぱり一番人気スター選手が生まれやすいポジションなんですよね、うん、俺はここに森鉄を置く。俺がいるのか。そうそうそう、俺はここに森鉄を置く。まだ言ってたじゃん、自分ね、日本一の英語講師になることが夢ですって言ってたじゃないですか。ああ、そうですね。ってなってきたら、やっぱりスター選手でありファンタジスタとしてここでやっぱり英語の勉強で視聴者に夢を見せてほしい。ああ、俺のってことしよう。あいつは監督だろ。あいつはもういい。全部 P ばっかりになっちゃう。はい、そしてワントップ。はい、ワントップ、うん、やっぱね、フォワードってね、どうしてもエゴイストじゃないとダメなんですよ、はいはい、俺に球をよこせ、うん、俺がシュートを打つ、俺が決めるんだっていう、うん、もう予備校業界最強最悪のエゴイストがここに来るんですけど、俺もうそりゃ西先生しかいないっしょ。ディスターここに来るんだ、そう、僕はディフェンサーやりたくないな。なるほどね。かつやっぱりこう上の講座をすごく持ってるイメージがあるよね。はいはいはい、ね、ただやっぱり現代サッカーにおいてはやっぱり前線からのプレスっていうのも大事なんで、で西先生ってヨゼミとかでもやっぱり下のね講座とかも持ってたりとかしたので、当身でもね、だからある程度ディフェンスに参加できると思うし、あとやっぱり我が強いメンバーなんだけど、ワントップとトップ下の関係性って大事で、森田先生いつも言ってたけど結構合わせてくれるって言ってたじゃないですか。あ、そうですよ、西先生、うん、いい人ですかね、本当に。だから西森鉄ラインだったらここがエゴイストでも成り立つだろうという、まあ、あとここもね、そうそう、うん、でここもね関係があるから、やっぱりサッカーを考える上で三角形って大事なんですよね、うん、うん、だからやっぱりまあ宮崎森鉄西のラインであれば、まあ前線が成り立つのかなと、うん、で、トギ先生はまあね、もうずっとここのね、うん、サイドライン上で張ってもらって個で打開できる選手っていうところで、うん、日枝先生なんかもまあ基本的には森鉄、今井先生も森鉄にやっぱりここの三角形も関係性がいいと思うので、うん、まあここないけどね。だから悪くなければいい。でまあビルドアップもある。ただ多分ロングフィードは来ないだろうなとは思うんですよね。なるほどね、はいはい、その時はあなたがもらったわけで、つなぎだもんね。そう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 、仲悪い人いない。あのやっぱりトップ下ってね、事実上試合の中では2トップみたいな感じになってくるんで、うん、るそして最後ゴールキーパー、うん、やっぱりゴールキーパーの精度でチームが安定するんですよね。後ろからこのメンバーに対して指示出しをしたり、はい、点が取られた時もまだこっからこっからって檄をチームに与えて、こうチームを盛り立てていくメンバー一人しかいません。福崎先生。ああ、福崎先生か。うん、福崎先生いつも飯作り連れてもらうんだけど、やっぱり彼の言葉はね、この人がモテるのがすごくわかる。非常に彼の言葉はとても温かみがあって、こう励まされるし、それで関先生の師匠でもあるし、非常に大岩先生もね関係性いいし、うん、っていうことで考えると、で宮崎先生と同じぐらい皆さんから尊敬される人なので、なるほど、ね、やっぱゴールキーパーにこれがいると、でやっぱりゴールキーパーとでキャプテンがやっぱりみんなから信頼される2人であるっていうのがとても大事かなと。なるほど、うん、で福崎先生は僕との関係もすごくいいので、こう僕監督と選手たちのつなぎにもなってくれますよね。四大予備校ね、ここ2人、今井さんと福崎さんいてね、やってた。安越さんいなかったね。そうね、安越先生もすごくいいんだけど、ちょっとこのフォーメーションではやっぱ入ってこなかったと、うん、でただまあこれ一般的な大学入試で考えてるんだけど、相手チームが早稲田だった場合は 4-4-2 なんだけど2トップにして、でここをまあ森哲と、あと河合のね早川先生、早稲田大輔エロ親父で有名な、やっぱりこの2人で2トップで儲けていくと、まあ非常に攻撃力のある布陣になるかなと思うんだよね。でなんなら今井先生もさ、東進で早稲田の講座持ってるわけだから、やっぱりこのヨゼミの時、あヨゼミの時か、2列目からの飛び出しもあるよねっていうところもあるので、うん、はい、こんな感じになりましたんで参考にしてもらえればいいな。参考になるのかな。何の参考か分かんない。まあ他教科でもねやる人出てくると思うんで、絶対面白く編集してよ。頼むよこれ。はい、ありがとうございました。